上田電鉄線系電車。上田電鉄線系電車。上田電鉄線系電車は、上田電鉄別所線で使用されている、通勤系電車である。本校では、中間車からの改造車である6000系電車についても、記述する。従来車、7200系を置き換えるため、東京急行電鉄より1000系を譲り受けたものである。2008年、 平成20年3月3日に出破11区破1101、元東急1015回が、同月10日には出破線2区破線1 0 2同1018回がそれぞれ東急、長津田車両工場から中円電駅まで陸送され、その後下野号の車両基地へ改装されて、整備を行った上で、同年8月1日より営業運転を開始した。その後2008年、 平成20年12月に出派1 0 3区派1103、同戦14回が2009年、平成21年1月に出派1 0 4区派1104、同戦16回が2015年、平成27年3月には中間車からの改造車である6000系で、派6001区派6101、同戦5回がそれぞれ増備され、本系列は2015年、 平成27年4月現在線形が4編成8両、6線形が1編成2両在籍する。なお、上渡に際しては、以下の改造が、東急テクノシステム、長津田工場にて施行された。本系列は、VVVF インバータ制御、シングルアーム型パンタグラフ、ボルスタレス台車、A 字表記兵器の電動行き先表示幕、車内液晶ディスプレイ、 バリアフリー設備など、上田電鉄では、初採用となる、数々の近代的な設備を備えている。6000系は、東横線から転属したため強化ブレーキ搭載。車体は、ビード補強付き軽量ステンレス製である。踏切障害物対策として前面には、補助配尚機、スカート、バリアフリー対策として、連結面に転落防止ホロ 側面に上高促進放送が流れる、社外スピーカーを装備している。帯色は7200系とは異なり、東急時代の赤帯のままとされ、上田電鉄においても赤帯車と通称されている。その後、1 0 0 2編成は2008年、平成20年10月4日より、原田康春デザインのラッピング電車、自然と友達1号として運行を開始した。自然と、 友達をテーマとした同ラッピングは、18種類の昆虫や食動物をモチーフとしたロゴが入り、客用扉も環境をイメージした青、大地をイメージした木、愛情をイメージした赤の3色に塗り分けられている。同年12月25日より運行を開始した13編成は、導入に際して、原田デザインのラッピング電車、自然と友達2号となった。試運転時は、 側面は赤帯で、前面は帯なしであった。1002編成とは、前面の座位が異なり、1002編成が白を基調とした、ものであるのに対し1003編成では黒を基調とした、ものとされている。なお、2009年、平成21年1月10日に運行を開始した1004編成は1001編成と同様に、東急時代の外観のまま使用されていたが、2015年、 平成27年3月28日より廃車となった7253編成に変わり、マルマドリーム号を見巻きとして運行を開始した。長野県東美市にある業務用オーバンインクジェットプリンターメーカーの見巻きエンジニアリングが特別協賛になり、側面倉庫に見巻きのロゴが入っている。6 0 0 0系6 0 0 1編成は2015年。 平成27年3月28日に特別主運転列車による出発式を実施し3月30日に運転を開始。地元の戦国武将、真田幸村の赤備えをイメージした赤基調の塗装に真田家家門の六分線をあしらった特徴的な外観となっている。この外装フィルムも三巻エンジニアリングが制作した。なお、 中間車からの改造車のため全面の形状は線、0系と大幅に異なり、一端電車線0系に似たデザインとなっている。2015年、平成27年6月13日に、一般公募により、真田ドリーム号という愛称が付けられた。2016年、平成28年2月、NHK 大河ドラマ、真田丸放送に合わせ、1001編成に、 同番組を PR するラッピングを施した。社内にも、サナダ氏に関する年表などを掲示し、放送終了まで運行した。2017年、平成29年1月、ラッピングは剥がされ赤帯に戻された。2017年1月の大河ドラマ、サナダ丸ラッピング終了に伴い6 0 0 0系サナダ、ドリーム号に、サナダ氏に関する年表などが移設された。 戦一編成の釣り革は6000系と交換されて、折り釣り革はタイプになっている。6000系には6門柄の釣り革が取り付けされた。基本的には、東急時代と普遍であるが、前述のように、ワンマン運転とバリアフリーに対応して、整理券発行機、運賃箱、車椅子スペースドアチャイム、対話式非常通報装置、液晶ディスプレイ、おばらき規制、 レシップ制が装備されている。車椅子スペースの仕上げは、東急3000系と同一の形態であり、装火壁面に設置されている、音符ヒーターも同系列と同じ形状である。また、優先席位置の見直しも行われた。客用扉には、号車番号とドアの位置を知らせる展示ステッカーが、重複されている。ドアチャイムの音色は、東急1000系のものではなく、 秩父鉄道6000系と同じものが採用された。その他、本系列の床面高さは7200系より低い、ことから、駅ホームとの段差が縮小されて、バリアフリーに寄与している。走行機器は、東急時代と普遍であり、高信越地方の第3セクターを除く施設における、VVVF インバータ制御、ボルスタレス台車の初採用例となった。なお当初は、 改正制度は別所線の変電所が改正制度に対応していないため使用を停止しており空気制度のみを常用していたが現在は上り列車のみ改正ブレーキを使用している。また MT 比が東急在籍当時の2-1から1-1へ低下したため軌道加速度は時速 2.6kmS と変化している。運転台の主観制御機は T 型ワンハンドル式で、前述の通り自動放送装置やドア開閉ボタンや、ミラーなどのワンマン運転対応設備が追加されている。全面貫通扉付近には、非常用はしごが装備されている。他社の東急線系譲り受け車。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。